番組に届いたお便り紹介していきましょう。はい。ラジオネーム鬼にきんぴらごぼうさんです。ありがとうございます。美味しそうですね。美味しそうですね。アニメ第2話を見ました。ついに登場した鬼姫のおてんばっぷりとライバル桃子と対決する場面がとても印象に残りました。おそらく2人はこれからもこんな感じで対立する関係だと思うので、2人仲良く喧嘩していく姿に注目していきたいです。個人的には桃子に名前を覚えてもらえなかった天女隊の3人が桃子に詰め寄る場面がそれぞれ個性的で好きでした。果たしてスイカやマロンやカリンもリンゴのように桃子の親友ポジションをゲットできるのか、そんなところにも注目していきたいです。あ、一瞬私またクリって読みそうになっちゃった。マロンマロン、失礼しました。うん、ね、親友ポジ今のところさ、ほら、うん、リンゴだけじゃん、なんか桃子って呼んでんの。そうだね。うん、なんかさ、まあ、ネタバレっていうほどでネタバレじゃないから言っちゃうんだけど、うん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 、毎週ね必ず天女隊の登場シーンって、うん、リンゴのはーい、ママかーが、ね、うんうん、あ、いた、ママかーっていうのが空から聞こえてきて、うんうん、上を見上げると天女隊が降りてくるっていう。そうそうそう、だいたい下地下。そうそうそう。だから、毎回さ、あの親友ポジションは羨ましいなとちょっと思うけど。でも、マロンも、うん、だいぶ私は美味しいなと思うよ。すごいね、なんかね、一番、ほら、だから説明役みたいな感じだから。うん、そうだね。そう、よく喋るし。そう、結構喋るのよ。そう。なんか、無口ですよって言われてたから、うん、あ、そうなんだと思ってて、台本パラッと見たら、うん、あれ意外と喋ってるって思って。そう、すごい喋ってて。ね。で、しかも可愛いし。みんなさ、本当に天女隊って個性的じゃん？そうね。全員が全員個性がちゃんとあるから。なんかね。うん。はい、じゃあ、はい、次。ではこちらももきゅんネームてんこさんからいただきました。ありがとうございま す。大久保さんの演じるマロンは栗と書いてマロンと読むそうですが、うんうん、ももきゅんソード唯一のキラキラネームだと公式ページを見て知りました。さすが天女隊かっこいい。他のキャラクターもキラキラネームにしてみたらどうなると思いますか。鬼姫と書いてプリンセスオーガとかかっこいいですよね。かっこいいか、あんまり、あ、どうなんだろう。あ、じゃない？リンゴ、アップルちゃんじゃない？あ、アップルちゃん。リンゴと書いてアップルちゃんじゃない？うわー、難しい。あれ、カリンって、なん、カリンって何て言うの？なしなんですか？あのさ、PV でさ、あ、そう。ゆかちん、あれ持ってんの、なし？あれ、なんかね、これ言っちゃっていいのかな、うん、なんか、なしっぽい小道具をね、黄色で塗った、手作りのやつ、なんか、そうだったの？あれね、塗ってるんですよ。あ、完全に私、カリン、の実なのかなって思ってたわ。私もね、かりんってなんだろうねって、あ、今日果物持つし分かるんじゃないって言ったら、あれ塗ってあるぞこれってなって。ルミちゃんだけ栗持ってたしね。私ね、下手すりゃウニでもいいんじゃないのっていうようなトゲトゲの持っててさ、一人だけなんかさ、果物がポインって跳ねるシーンがあるんだけど、うんうんうん、私だけ栗だからちょっと寂しいの。ピノぐらいなの。面白いけどさ。いや散々 PV の時ね、ゆかちんにね、うん、栗ってずっと、嘘ずっと隣で言われてて、うるさいようるさいよ、お前塗ってやるだけじゃんかつって、すごい遊んでた。いやーね、あの PV もね、すごい可愛かったけど。いやまあ、キラキラネームにふさわしい PV だったじゃないでしょうか。ね、キラキラしてたもんみんな。でも、スイカとリンゴはそれだけでも結構キラキラっぽい気がするよね。うん、確かに。うん、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きアニメやライトノベルの感想、ラジオの感想、普通のお便りなどお待ちしております。